どうも、小宮と申します。はい。今、ちょっと真夜中の公園なんですけどね。結構人がいてね、マジでこんな時間まで何してんだよって感じなんですけど。はい、まあ、ちょっと昨日に引き続いてね、僕の思い出話をね、ちょっとしていこうかなと。はい。小学校3年生か4年生ぐらいの時の話なんですけどね。まあ僕、いじめのね、実験体に咲いてたんですよね。はい。なんて言うんだろう。まあ僕、いじめられてて、結構、なんだろう、いじめの標的にされてたんですよ。いじめられやすいっていうか、まあその時ね、結構、笑いが絶えない性格してて、もう、いつもニコニコしてたわけですよ。うん。だから、お前、笑わない、てか、怒らないのとか、泣かないのとか言って、表情変わんねえじゃんみたいな感じで、そう、よくちょっかいとか出されてたんですよ。うん。まあ僕にとってはね、いじめられてるって感覚はなかったんですけどね、その時ね、うん。もう、よくちょっかい出されててね、うん。で、僕の中にもね、一人だけ仲のいい友達がいましてね。はい。その子がね、もう僕が本当にしんどい時にね、もうやめてよみたいな感じでちょっと泣き出しそうになった時に、もう大きな声出して、お前やめろよ、小宮が本気で嫌がってんじゃねえかよみたいな感じで。はい。もう言ってくれて、そのおかげで先生にも知り渡って、まあその先生から、僕の親に伝わって、もう親がそれ聞いて、ふざけんなよ、うちの息子何いじめてんだよ、つって、ブチ切れちゃって。で、なんか、もうその俺のいじめてたことを、その親を、あれなんですよね。うん。家に連れてきて、呼び出して、うん。で、なんか本当にすいません、すいません、みたいな感じで、謝り出して、そしたら俺の父親がもう珍しく、もうブチ切れてたんですよね。まあ、結構温厚な人だったんですけど、まあその時だばかりはやっぱり自分の息子ってともあって、やっぱり本気でなんかブチ切れちゃって、てめえの息子にも同じことしてやろうかっつって、いやちょっとねそれ見ててね本当に怖かったね。同じ家族とはいえど、うん、なんか、いや俺の父親ね本当に背が高くてね180後半ぐらいでね、もう怒ったらね何をするか分かんないぐらいの本当に怖い人だったんですよ。ああ、だからいや、ほんと、もう怖かったっすね。うん、見てて。まあ、そんなことにあってね、一応、いじめの件はね、収まったんですけどね。はい。まあ、ほんとにいい友達でしたよ。俺のことを助けてくれた、そいつは。まあ、ただね、一つ欠点がありましてね、遊びの趣味がね、ちょっとあんまり合わなかったっていうか、よくね、俺の家に遊びに来てよ、つって、誘われてたんだけど、家に。遊びに行ったはいいんですけどね。なんか、そいつ、ソニックが好きでね、ソニックのゲームキューブのゲームをね、そう、一緒にやってたりしてたんですけど、それがクソつまんなすぎて、俺ソニックとか興味なかったし、うん、それだけがね、ちょっと欠点でしたね。遊びの趣味が合わないっていう。うん。まあでも、本当にいいやつでね。まあその後すぐ引っ越しちゃったんですけどね。うん、なんか、俺の仲間が一人減ったっていう感じがして、ちょっと残念ではありましたけど。今何してんだろうな。僕ね、なんだろう、昔の友達とかと、もう会う人じゃないんですけど、もう興味なくなったら、本当に、もう、なんだろう、縁とか切っちゃう人なんですけど、その人に関してはちょっとまた会いたいですね。うん。もう連絡先とかわかんないんですけど、まあ今頃いい学校行って、いい就職先でもついてんだろうなって思います。はい。まあ持つべきものはね、ほんと友達ですよ、皆さん。うん、家族も大事だけど。恋人だとか、女持つよりかね、友達の方がいいと思うわ。うん。というわけでね。以上、コミでした。